さあ、というわけで、はい、幽霊の質問シリーズ、うん、5回目ですかね。はい。うん、まあ、前回、あなたは生きてますか、死んでますかで、うん、死んでるっていう、返事があったので、はい、ちょっと今回、それと派生して、なおかつ、大量のリクエストありました。大量の、うん、あなたの死因は何ですかと。死因か。何で死にましたかっていうことで、うん、自殺、他殺、病気、事故の4つをちょっと、すごい並べていこうかなと。だいぶ迫っていくね、本当に毎回。確かにな。これでもう、だから2人いるって出て、うん、しかも死んでますって言ってるから、これはだから、もし本当にそうなら、2つ割れんじゃない2つ割れたらもう。いや、いよいよね。いよいよもう、向かっていってるよ、その2人が。そうね。死因まで迫るか。まあ、とりあえずちょっとじゃあ、いつも通りセット始めます。行きましょう。さあ、セットしましたね。はい。まあ、いつも通り質問を書いて、その答えを左から、自殺、他殺、病気、事故の。っていう順番で並べてるね。そうですね。うん、で、風船が割れるように、割れたらそこが答えなんじゃないかなということで。うん、いつも通りちょっとね、押し入れ全開とか、ちょっと現象が起きやすい状態を再現して、また留守にして夜中、ずっと撮影してみたいと思います。はい。それでは今から僕らは出かけていきます。はい。どうなるか分からないわけ。分かんねえよ。例えば相方が死んだ場合、親に嘘ついてたってバレてキャバ嬢にマジキモいって言われて、女王様にあの人最近お見せもないって言われておしまいですよ。もう人生の集大成。俺お前みたいな人生送れないともうハゲてもいい。何よ俺だってもうハゲてきてる俺。今度お前が俺どうしても入れたいってとこ全然受けねえじゃねえか。